はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、先日ね、公式チャンネルにて、公開されました遊戯王デジタルネクスト、こちらのですね情報の、まとめと、考察、こちらをですね私なりにまとめてきましたんで、ちょっと発表していきたいなというふうに思っております。ラジオ的な感じなんでね、聞き流していただければなと思うんですが、まずはですね公式動画をね見てから、私の動画見ていただくと分かりやすいかなと思うので、まずは公式動画を概要欄に貼っておきますんで、よかったらそちらを見てから、見ていただければと思います。早速やっていきましょう。まずはですね遊戯王ラッシュデュエル最強バトルロイヤル、こちらの、情報、新情報について、新情報っていうほどの情報は別になかったんですけど、8月12日にね、任天堂スイッチから、ラッシュデュエルっていう、ゲーム、新しいねが発売されますよと、だからみんな遊んでねーっていう、そういう情報でございました。で、個人的に思ったことなんですが、やっぱりねラッシュっていうのはテキストもルールもすごい簡単で、基本的に低年齢層に向けたゲームなんだろうなと思うんですよ。要はリンクスとかマスターデュエルとかとは違うね層の獲得を目指したものなんじゃないかなと。で主なターゲット多分ですけども、ラッシュデュエル多分小学生から中学生くらいかなと思ってるんで、20代から30代くらいって、昔遊戯王やっててかじってて他世代が今多分大人になってると思うんですよね、僕みたいな。で、もう今息子とか娘が生まれてね、で自分の子供と一緒にね楽しめるように、そんな感じで作られたのがこのラッシュデュエルなのかなと。ちなみにラッシュデュエルはね、体験版結構がっつり遊んだんですよ私。なんでちょっと別途ねラッシュデュエルの感想の動画は動画にしたいなと思うんで、そちらをぜひお待ちいただければなと思います。はい、さあ皆さんお待ちかね、遊戯王デュエルリンクス、こちらの新しい情報についてなんですけども、情報をまとめておくと、まず2021年内に遊戯王アーク5ワールドが実装になりますよと、ゆうやくんがね実装になるっていうことですね。ペンデュラム召喚という新しい召喚方法が実装になるよっていうことが決定しまして、時期は未発表だったんですけど、多分10月だと思います、例年通りであればね。でキャラゲーが好きな層とか遊戯王を手軽に楽しみたい層っていうのは引き続き遊戯王デュエルリンクスを楽しんでくださいねっていうようなことが公式から発表されましたんで、その辺でそのなんだろうなマスターデュエルとか OCG とかと差別化を図っていくみたいな感じになるんだと思います。で個人的に思ったこといくつかあるんですが、まず1個目、ペンデュラム召喚っていう、召喚方法について、これがやっぱりね難しいっていうイメージがねどうしてもあるんですよ。ちなみに僕もどっちかっていうと苦手で、ペンディラムデッキ全然触ったことないんで、OCC の方でもそうだったんですけど、実はねちょっとある程度離れちゃう人はいるんじゃないかなっていうのが予想です。これ OCC の方でも起こった出来事でございますんで、デュエルリンクスもしっかりなのかなと思いますね。でただしですよ、実際やってみたら面白いのが大体遊戯なんですよ。大体実際やってみたら面白い。なので、その面白さっていうのを伝えていくのが僕らね動画クリエイターの仕事なのかなと思うんで、ペンデュラム召喚の方法についてとかはまた別途ね解説的な感じで動画にしたいなと、思ってますんで、そちらをねお待ちいただければなと思います。レディース&ジェントルメンつって主人公さん登場するんですけど、アニメ僕アーク5のね半分くらいまで見てねやめちゃったんでね、もう一回ちょっと一から全部見直そうと思います。はい。なんかアニメがあんまり好評じゃないんですよ、アニメ遊戯王ファンから。その辺の、ちょっと理由も探りながらねちょっと見ていこうかと思うんで、ちょっとすげえ時間かかると思いますけど、やべえ作業をねこれからしようと思います。はい。で、個人的に思ったこと2つ目なんですけども、マホテップゾーンとペンデュラムゾーンって別になるのかそれとも共有になるのかっていうのも問題がありまして、ペンデュラムモンスターっていうのはモンスターでもあり魔法カードでもあるんで、ペンデュラムスケールっていうところにセッティングして使っていくことになるんですけども、これに細かいことはねまた別の動画でやりますけど、ペンデュラムゾーンと魔法トラップゾーンが共用になった場合って、リンクスって魔法トラップゾーン3つしかないんですよね。大丈夫かなっていう。3つのうち2枠ペンデュラムで埋められちゃうんで、もう1枚しか使えないっていう魔法トラップが。これ大丈夫かなっていう点。だからスケールセッティングしたら、もう魔法トラップ1枚しか使えないんですよね。これ大丈夫かって。でも、手札がそもそも4枚しかねえから、なんかそのペンデュラムスケールにセッティングしたところで出せるモンスターそんなに多くないと思うんですけど、はい。で魔法トラップゾーンとペンデュラムゾーンが別になった場合は、これはまたこれはこれで画面どうなるのっていう、すげえカード見にくくなりそうだなと思って、要は
今まで通りの画面ではペンデラムゾーン別にできないんで、その別にペンデラムゾーンを用意する場合は多分あのシステムのなんだろうな、表記が変わるんですよ。カードの置く場所が変わるから、2個増やさないといけないんですよね、ゾーンを。だから今のデュエルリンクス の, あの画面ではできなくて、多分システムが更新されると思うので、これなんか見にくくなりそうだなっていうのがちょっと不安ですね。で、個人的に思ったこと3つ目なんですけども、多分ですよ、ペンデュラムを実装しないともう実装するカードないんですよ多分もうメタ切れ感が結構やばくて、リンクスに実装されてるカードってもう OCG の半数以上実装になってるんですよね、実は。なので新パックを実装したくてももうね、カードのネタがねえっていうこれになってる可能性は結構あるなと思って。だからペンデュラムとかリンク召喚を実装しないと新パックが出せない問題に直面しているからこそ、ゼアルワールドが来るまでは一回待ちましたけど、DS オーディオ挟んでね、一回待ったけど、ま、もうあのアークファイブはボンって出すと、もうカードのネタ早く出させてみたいな、ペンデュラムリンクのカードいっぱい出させないと新パック無理みたいなことになってる可能性はあるなと思いました。でね、リンクス未実装カードっていうのはもうペンデュラム、それからリンク、それからぶっ壊れすぎて実装ができないカード、なんだろう、例えばなんかそのブラックホールとかさ、ああいう、まあ、激流走とかそういうなんか実装できないカードとか、あと実装タイミングを逃していたカードしかないと思うんですよ。落とし穴とかね、最近実装だったんですけど、落とし穴もうなんか5年前くらいに実装になってよかっただろうみたいなカードなんですけど、まあそういうあのカードしかないと思うんで、まあね、そういう理由がちょっと含まれてるんじゃないかなと思いました、このワールド実装の裏にはね。で、個人的に思ったこと4つ目なんですけれども、今回マスターデュエルとクロスデュエルっていうのが新しくね発表になったんですが、デュエルリンクスに対してはやっぱりね、キャラゲーっていう位置づけを、まあ公式でも言ってましたけど、位置づけをより確立させてほしいと思ってます、個人的には。やっぱりですね、ラッシュとマスターと OCG とリンクスっていう遊戯王コンテンツだけでもこんだけの数があるんで、人が分散されちゃう問題はどうしても発生すると思うんですよ。なんでまあリンクスってキャラゲーであるっていうのがいいところだと思うから、アニメで活躍したカードを活躍させるようなスキルの実装とか、あとアニメに寄せたようなね、イベントの開催とかレギュレーション戦の開催とかっていうのを、まあたくさん開催してもらって、そのなんだろうな、ごっこ遊びを、まあ、その存分に楽しめるコンテンツとしてデュエルリンクスでゲームは作っていってほしいなと思います。どっちかというとその競技志向は多分マスターデュエルの方になると思うんですよ、多分ね。なのでデュエルリンクスはなるべくそのなんか楽しんでできるような、そういうゲームにしていってほしいなと個人的には思ってまして、僕はですね、カードゲームとしての遊戯王ももちろん好きなんですけども、それ以上にごっこ遊びができるデュエルリンクスが好きなんですよ。ファンサービスだとか言いながら外役デッキを使ったりとか、なんかそのそういうなんだろうな、そのキャラクターになりきってデュエルをするっていうのが結構好きなので、多分もちろん今後もデュエルリンクスは続けると思うんですけども、そういう遊び方ができるデュエルリンクスを今後もね、より一層確立させていってほしいなと。これによってそのごっこ遊びの層っていうのを、まあここのデュエルリンクスっていう層に固定させてほしいなというふうに思っております。で、マスターデュエル実装によるデュエルリンクスへの影響についてはマスターデュエルのところでちょっと喋ろうかなと思います。で、お次はもうお待ちかね、遊戯王マスターデュエルというこちらの実装についてですね、情報をまとめておきますと、まずですね、 OCG、TCG をデジタルカードゲーム DCG として遊べるゲーム、これを発売しますよ。これがマスターデュエルというものですよということですね。で、時期は未定ですよと、なんかいつかは分かりません、まだ。で、プラットフォーム、まあ、展開されるプラットフォームはめちゃくちゃ多くて、ちょっとカッコ抜けてんな、 PS5 と、PS4、Xbox シリーズ、それから Steam、そして、Nintendo Switch、 Android スマホ、 iPhone っていうめちゃくちゃ多岐にわたるプラットフォームで展開してくれるらしいんですよ。これはすごいですよね。 PS4 で遊んでて iPhone でも遊べるみたいなことができるのかどうかちょっとわかりませんけれども、基本的にそのターゲットにしている客層は OCG、TCG、こちらをガチで遊んでいる人向けの商品であるということが明言されておりました。で、WCS、まあ、世界大会ですね、ワールドチャンピオンシップの、正式種目としても採用するよということが発表になっておりました。熱いですね。で、これに関して個人的に思ったことなんですけれども、やっぱりね、単純に面白そうですね。
あの OCG はやっぱりデジタルできるっていうのは嬉しいです。あの僕みたいな友達がいない系実況者は対戦相手がいませんので、デュエルリンクスをやってるみたいな側面もありますから、だからマスターデュエルを、行うことによって、その世界中の誰とでもつながれるっていうね、これは嬉しい。で、もう一個、LOTD どこ行ったっていうリンクなんか、レガシーオブザデュエリストっていう、なんか、闇に葬られているこのあのゲームね、あのゲームどこ行ったっていう話、これ一個ありますね。はいまあちょっとだけ触れられてましたけども、なんかキャラゲーっていう位置づけに一応あるらしい。 LOTD はやる人いなくなるんじゃないかな、このゲームは。で、動画で、公式の動画では重厚感のあるエフェクト、そして 4K 解像度であることが紹介されておりました。期待感がすごいですね、これに関してはめちゃくちゃ楽しみですね。すごかったエフェクトも、よかったら公式とか見て。で、もうこれをね、しっかりと作り込んでいただければ DCG の覇権は握れそうだなというふうに私は思っております。うちではプレイステーション5で遊んで、外ではスマートフォンで遊ぶみたいな、デュエルリンクスでいうところの PC 版とスマホ版で、そのなんだろう、アカウントが同じみたいなことできると思うんですけども、みたいなことができたら最高だなと思ってます。でさらに、まあ、もちろん OCG が元になってますんで、デュエルロワイヤルのデュエルとか、あと04環境デュエルとかなんかもできるんじゃないかなと。なんかそのレギュレーション戦もなんかその公式で開催していくよみたいなことを言ってたんで、まあ、こういうね、その面白いね対戦方法が、どん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 、まあ、なんだろうな、文化として生まれていけば、マスターデュエルもね、かなりやりごたえあるゲームになるんじゃないかなと思ってます。で、個人的に思ったことの2つ目なんですけども、これがね結構ね懸念事項でございまして、これですね、カードはどうやって入手するのか、これが一番重要だと思うんですよ、マスターデュエルに関しては。まあ、方法というか、まあ、選択肢としては、まあ、パックで課金する、まあ、デュエルリンクスみたいなね、パックで課金する、それからサブスク、要は月額いくら、月額例えば1000円とかでずっと遊べるよみたいな、プレイステーションナウとかと同じような感じでとか、まあ、もしくは周回、デュエルリンクスでいうところ のクソみたいなねゴミ作業を知られる周回なのか、それともカードを読み込む、例えばね OCG のカードを持ってきて、それをなんかそのデータで読み込ませたらなんかそのマスターディレでも使えるのかとか、まあ、いろいろ方法はねいくつか多分考えられるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、私個人的に考えているのが一番有力な方法としては、やっぱパック課金が有力で、まあ、要はデュエルリンクスみたいな感じでパックを課金させて買わせると、で時点でサブスクかなと思ってるんですよね。これね、コナミやっぱりね頭がいいんですよ。お金を稼ぐということに関してはすごい頭が良くて、同じカードに3回課金させるっていうことができるんですね。だから、まあ、要は OCG で買わせる、でデュエルリンクスで、データで買わせる、でマスターデュエルでデータで買わせるっていう3回課金させることで利益を最大化しようとしている作戦なんじゃないかと思うんですよねつまり僕らは財布ポイントきつぎ問題が発生する可能性があって、その要は3回同じカードを買わないといけないんで、めちゃくちゃきついんですよ。だからちょっとね、ここがどうなるかはちょっと分かんないんだけど、まだこれ予想でしかないんだけど、もしパック課金になったらかなりやべえと思う。リンクス、マスターデュエル、 OCG 全部に手を出すのはね至難の技ですよ、財布ポイント的にも、まあ時間的にもね。僕嫁にぶっ壊されんじゃないかなと思うんでこんな全部勝ってたら、だからカード入手の方法によってはプレイヤー人口は変動するだろうなっていうのは思いました。で、個人的に思ったこと3つ目なんですけども、これも懸念事項でございまして、マスターデュエルの実装でデュエルリンクスはサービスが終了しちゃうんじゃないかっていう問題について、これに関して私の予想ですね、ある程度人は流れます、ただしリンクスの差しまではいかないと予想しております。これ理由なんですけれども、これなんでかっていうと、リンクスやってるけど OCG はやってねえっていう層が一定数存在してまして、僕の周囲にもめちゃくちゃ多いんですよ。こういう層が結構メインであったりします、デュエルリンクスをやっている層は。で、これなんでかっていうと、やっぱりね、その昔ながらの遊戯王が好きっていうのもあるし、スマホで気軽に楽しめる、手軽に楽しめるっていう側面もある、そしてキャラクターゲーとしてのごっこ遊びの需要っていうのもあるので、これ対してマスターデュエルってワンデュエル30分とか余裕でかかると思うんですよ。めちゃくちゃ長いし、カードの種類とかあとコンボとかもう非常に多いし、展開ルートとかも覚えないといけないんで、めちゃくちゃハードルは高いんですよね。そのいきなりデュ
デュエルリンクス、間違えた、マスターデュエルか、マスターデュエルを始めようと思ってできるゲームじゃないと思うんですよ。そんなに簡単なゲームじゃない、遊戯王っていうのは。まあ皆さんが一番よく分かってると思いますけどね。ポケカみたいになんかさらっと始めてできるようなゲームじゃないんですよ。ルールが複雑だし、カードのテキストもめちゃくちゃ複雑なんで。ルールは一見複雑そうに見えて複雑だぜっつってね。なんでマスターって結構やっぱ忙しい社会人とか初心者が気軽に遊べるゲームじゃないなと思ってるんで、結論デュエルリンクスのスピード感とかゲーム性、まあが好きなプレイヤーっていうのは残るんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ私もどっちかっていうと OCG よりはデュエルリンクス寄りの人間なので、どう考えてもね。なのでこれはね、多分ねそういう人多いと思う、結構。だからデュエルリンクスも差しまではいかないなというふうには僕は思っています。で個人的に思ったこと4つ目、マスター実装で OCG のじゃあ売り上げとか人口っていうのはどうなるのかっていう話でね。これもまあある程度人は流れると思いますよ。ただし問題にするほどではないと予想してます。これ理由なんですけども、やっぱりですね、カードショップ、まあ、店舗ですね、店舗がある以上今後も OCG の大会、まあ、非公認大会、公式大会含めこれは開かれていくだろうと。だからそこをモチベーションに頑張る人っていうのはいるでしょうね。でさらにコレクター需要、まあ、三沢さんとかね。ああいうなんか、カードを集めて叫んでるような人も多分結構いると思うんですよね。あと、金子さんとか、気まぐれクックの、とかもいると思うんで、だから、現物を、まあ、収集して飾っておくとか、そういう人は多いと思いますね。で、さらに、やっぱりね、現物を触って、対面して、デュエルをするっていうのはね、楽しいんですよ。これね、麻雀とかもそうじゃないですか。ネットでやるのももちろん楽しいけど、やっぱ人と会話しながらなんだかんだ言いながらやるのって楽しいじゃないですか。だから多分ねそういう需要って多分あると思ってて、だから対面のデュエルをするっていうその行為自体、要は体験を売ってるみたいな、まあそれはねなくならないと思う個人的には。で、まあ、もしかしたらなんですけど OCG のカードを読み込ませたらマスターでも使えるとかあるかもしれない。ないと思うけど、多分コナミの売り上げ的におそらくないと思うんだけど、もしかしたらこういうこともあるかもしれないんで、まあ、カード入手の方法でどうなるのかっていうのはちょっと問題ではあるんだけども、まあ結論としては今まで通りね OCG を楽しむ層は一定数私は残り続けるんじゃないかなというふうに思っております。さあお次はですね、クロスデュエルっていう遊戯王クロスデュエルっていうのが新しくねこれ発表になったんですけども、これね情報が結構少なかったんですけども、情報一応まとめておくと、新世代4人対戦カードゲームであると。なんかそのタッグフォースみたいな感じになるんですかね。4人同時に対戦できる新コンテンツを開発中であるよっていうことが発表されました。もう本当にこれぐらい情報は。で、個人的に思ったことなんですけども、最初にイメージしたのは、やっぱりその遊戯王デュエルモンスターズのバトルシティ編で行われていた、デュエルワイヤルっていうやつあるじゃないですか。マイリックと城之内と海馬と遊戯さんで、なんか4人で、なんか誰が誰と戦うかみたいなのを、なんか4人で一戦デュエルして決めるみたいな。あれみたいな感じになるんですかね。ちょっとまだ分かんないですね。で、タックデュエルみたいなことができるのかもしれない。これ分からん、まだ。だから、もしかすると、タックデュエルじゃなくて、もう全部敵だとしたら、ワンターン、スリーキルがね、可能になる可能性もね、あるんですよ。5Ds の伝説のシーンですね。あそこのシーンが、もしかしたら可能になる可能性もある。だから、プルガトリを出して、全フィールドの全モンスターにぶん殴って勝つみたいなこともあるかもしれません。わかりませんが。ここはちょっと情報が少なすぎてね、考察難しいんですけど、ガチで楽しみっていうのは確かです。はい。というわけで、全体の結論としては、この遊戯王デジタルネクストの全体的な結論としては、全部楽しみなんですよ。全部楽しみなんですけども、俺一人じゃ足りん。無理や。これを全部俺一人ではできん。誰か助けてくれと。これ無理無理。これ4つもタイトルあったら無理だよ、これ。俺一人でやってるからさ、常に一人で動画をデッキ作って動画撮影して編集まで全部一人でやってるんで、マジでこれね無理だと思うわ、一人でやるのは。ということで、誰か一緒にチャンネルやらねえか。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。